皆さんこんにちは。医療系の国家試験のマンツーマン個別指導スクール東京メディカルスクールの岡田です。本日は ADHD について見ていきましょう。ADHD はですね、注意欠陥多動性障害ですね。これ男性に多くてですね、症状、よく、テスト出るんですけども不注意ですね、多動性、衝動性ですね、こういったものを、覚えておくんですけども、原因はですね、脳内のですね、ドーパミンですね、ノルアドレナリン、こういった機能低下ですね、が原因と考えられています。こちらよく対応もですね、よく試験に出るんですけども、初めての状況とかですね、ストレスの環境で増しやすいんですね。で、こちらですね、個人に合わせた環境に対応して薬物療法ですね、有効な薬があるというのを、一つ覚えていただければと思います。実際にですね、問題の方を見ていくんですけども、まず歯科医師国家試験ですね、ADHD の児童に対する歯科治療対応ですね、こういったものですね、まず A、具体的に指示するということですね。で、 B、ボバースの単位、これ脳性麻痺なので×ですね。で、行動調整法で、幼児語、これ認知症もそうなんですけども、幼児語は×でしたね。普通に話せばいいので×で、で、スモールステップですね、できることからやっていくということですね。こういった、まあ、消去法で解いたりも、できる問題なんですけども、そしてですね、次が医師国家試験ですね。こちらも、正しいものはどれかということですね。こちら男性、男の子に多いので B は×ですよね。で、知的障害はですね、これよく試験出るんですけども、一般的に知的障害は合併しないということですね。まあそれが特徴ではないということですね。そして、原因はですね、この脳内のドーパミン神経系ですね、の異常と言われているわけですよね。次の問題も同様ですね、この男性か女性かっていうのがよく、出題されてるんですけども、男の子に多いわけですよね。で、またしても知的障害は認めないと。ですので普通に大学に通ったりですね、してるわけなんですけども、一般的に知的障害はないということですね。で、こちら、比較的小学校とかですね、早い段階で通常発症するので7歳ぐらいまでが、まあ、多いと言われてるわけですね。で、こちら衝動的行動ですね、多動性とか不注意ですね。で、学業の成績には影響してくるということですね。もちろんこれ集中できないので、そういった面でですね、大変ということですね。で、次が ADHD について正しいものです。こちらもですね、男性の方が多いとかですね、同じようなもので、初めての状況で多動が増加するんですね。こういったストレスの状況とか、初めての、状況ですね。で、次もですね、問題なんですけども、次はですね、ADHD で高頻度に見られるもの、自閉症と対してということですね。こちらはですね、先ほど通り、不注意多動性、衝動性ですね。不注意多動性、衝動性なので、ケアレスミスですね。こういったものが多いということですね。本日はですね、ADHD 注意欠陥、多動性障害ですね。非常にテスト的にはですね、先ほどご紹介した通り、基本的な部分がですね、様々な、国家試験やですね、会で出題されてますので、しっかり覚えていただければと思います。この後はスクールのご紹介をさせていただければと思うんですけども、当スクールはですね、現役生のうちから、例えば定期試験やですね、進級、卒業試験ですね、そして国家試験対策に向けてですね、マンツーマンで行っているスクールです。平日、例えばですね、週1回2時間やですね、3時間で、例えば定期試験に備えたり、まあ卒業試験ですね。そして国家試験浪人生であればですね、こちら苦手な対策の範囲をですね、しっかり見つけて、合格に向けてですね、一人に合わせたですね、カリキュラムで行っております。こちらはですね、例えば、授業形態はですね、オンラインのマンツーマンによる、個別指導ですね。こちらは講師の先生とマンツーマンで対策していきます。また教室での授業を、ご選択いただけます。東京メディカルスクールのホームページですね、ご検索いただき、またはですね、概要欄、ホームページご検索後、資料請求フォームより、お問い合わせいただければと思います。東京メディカルスクール、岡田でした。